どうも、ゴキブリ G メンの高岡です。今日はですね、ゴキブリってなんでいるのっていうことについて、お話ししていきたいなと思います。G メンがいろいろ考えるにはですね、ゴキブリは、まあ、調べたところによると、タバネゴキブリの発祥はアフリカってされてるらしいんですね。このアフリカが、まあ、植民地時代にヨーロッパに入って、ヨーロッパのオランダから、まあ、江戸時代末期ぐらいに貿易の時に国によって、日本に入ってきたと。日本における茶羽ゴキブリの発祥は長崎じゃないかと私は思っております。黒ゴキブリとか和紋ゴキブリの大きいタイプのゴキブリは調べたところ、まあ日本の特有の種類で、江戸時代にね、僕は子供の頃必殺仕事人とか好きで見てたんですよ。そしたら傘あるでしょ、江戸時代に使ってた傘、そこにごま油を入れて軒先に立てかけとくと、黒ゴキブリが入ってきて中に入ってるゴキブリの駆除をしてるみたいな回を見たことがあるような気がするんですね。ああ昔の江戸時代のその害虫駆除の仕方なのかなと思って、面白いなと思ったんで、また今後別の動画でそれもちょっとね、いろいろと実験して、皆さんに報告できればなと思います。でもう一種類ね、森茶羽っていうのもおるんですね。でこの森茶羽ね、僕ね一回ね見たことあるんですよ。これはG メンが家族で、まあ、子供ちっちゃい時に子供連れて田舎に泊まれるっていうサービスがあって、で田舎の道中に茶羽ゴキブリやなみたいなのがおったんですよ。あれ外に茶羽ってあんまりおらんのになって思ってたんですけど、その茶羽が次の瞬間飛んだんですよ。あらーと思って何を見たんやろって思ってたら、森茶羽は飛ぶらしくて、まあ、そういったね森茶羽、皆さんも山の中とかアウトドアしてる時にいてるんで、ちょっと見つけてみてください。飛んでるゴキブリが森茶羽、そうですかね。でも外見は一回り大きいぐらいの茶羽ぐらいの感じ、ワイルドな感じはあったけ。普通の茶羽はちょっとね、温室育ちのええとこの子みたいな感じ、ええとこの子ってあれやけど住むところも綺麗にされてて、餌もあって湿気もあって水分もある、そんな環境でぬくぬく育った子と、やっぱりね厳しい自然の中で生き抜いてきた茶羽っていう感じで、あのジャンプはちょっとびっくりした。ゴキブリホイホイが開発されてから、ゴキブリの脚力って爆発的に上がったらしいですね。これはもう都市伝説レベルのあれなんですけど、またどっかでレビュー動画上げれたらいろんな実験していきたいなと思います。その黒ゴキブリ、茶羽ゴキブリ、森茶羽以外のなんか種類とかあるんですか？薩摩ゴキブリとか、結構その海外ではペットとして飼われてるみたいな、大きい手の上に乗るとかもあったり、爬虫類、飼ってる爬虫類の餌用みたいなんで、レッドローチっていうのかな、他の爬虫類とか昆虫系のYouTuberさんとかが上げてあるようなのに出てくる、まあ実験とかでもよく使われるのかな、レッドローチっていう。今日はゴキブリなんでいるのっていう動画で、お話をさせていただきました。皆さんの嫌いなゴキブリのポイント、こういうところが嫌いっていうのがあれば、また、コメント欄で、教えていただければ G メンも参考にさせていただきます。またこういった動画が良かったと思われた方はぜひいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。またね、この G メンの害虫駆除に対して現場、うちのお店使ってよと言ってくださる方は、概要欄にホームページの URL を貼っておりますので、そこから問い合わせください。 G メンが対応させていただきます。ありがとうございました。